カリフォルニアコンドルは、超高高木コンドルかカリフォルニアコンドル属に分類される鳥類。本種のみでカリフォルニアコンドル属を構成する。特定動物。アメリカ合衆国全長117から140センチメートル。翼海長270センチメートル。体重8から14キログラム。頸部は襟巻き状の羽毛で覆われる。全身の羽衣は黒い。 翼仮面に白色部がある。頭部には、羽毛がなく、明菓色や、大々赤色、大々がかったピンク色の皮膚が露出する。幼鳥は、頭部が黒く、翼仮面に、暗色藩が入る。丘陵から山地にかけての低木林、草原などに生息する。植生は、動物食で主に大型動物の死骸を食べる。繁殖形態は卵生。 断崖の岩穴や岩棚、大木の木の枝などに巣を作り、各年で1回に1個の卵を産む。開発による生息地の墓や死骸を食べることを嫌悪されての射殺。動物駆除用の毒薬や銃弾で死亡した動物の死肉を食べることによる中毒死などにより生息数が激減した。サンディエゴ動物園、世界猛禽類センター。 ロサンゼルス動物園などでの飼育下繁殖個体のアリゾナ州北部やカリフォルニア州への再導入、人間や送電線を敬遠する訓練、救仕などの保護対策が進められている。1940年代における生息数は100羽未満と推定されている。1987年における生息数は6羽まで減少し、野生個体は全羽が捕獲され飼育家に置かれた。 1999年における個体数は野生個体57羽、飼育個体97羽にまで増加し、さらに2011年1月には野生個体190%、飼育個体179羽となっている。ありがとうございます。